皆さんこんにちは。イピチパチャラへようこそ。私はネル大学日本語文学文化研究センターのアルピタと申します。本日は明治大正文学からモジュール16になります。題は道国思想の元帥と諸僧です。では始めさせていただきます。日本では明治に至るまで伝統的な社会組織を支えてきた儒教倫理は現世主義であり、国教の位置を占めてきました。当時家父長的共同体をはじめ、社会組織のハイラーキー、つまり上下関係、貴賤、尊卑、智者、非者などの区別を強調する儒教は実情化したものでありました。やがて1873年、欧米小国の圧力によって厳しく取り締められていたキリスト教国権が下ろされると、当時啓蒙思想家は文明開化の気流に洋学、特にキリスト教を装備の課題として日本に導入しようとしました。その量は儒教倫理に対して、キリスト教は神の前における人格の平等と隣人に対する普遍的愛を説き、普遍的な主従関係を強調する道徳を打ち破る役割を果たし、個人として自立した人間観を養う自由倫理を求め、新日本精神を築く可能性を有意していたからです。明治以降、キリスト教スピリチュアリズムがどのように日本の精神革命の基盤になったかという経緯を東国中心に漂ってみるのが本国の試みです。背景、明治時代に広まったのはアメリカ系のプロテスタンティズムで、熊本バンド、横浜バンド、札幌バンドと呼ばれる日本グループは日本プロテスタントの源流です。しかも明治初期のキリスト者として高く評価されている熊本バンドの海老名團十、横浜バンドの上村正久、札幌バンドの内村勘蔵が余命学について次のように述べています。旧幕府が自己の保存のために助成した保守的な朱子学とは異なって、余命学は進歩的、全部的にして希望に当てるものでありました。それがキリスト教に似ていることは従来一切ならず認められるところです。応用命の律師の中で、儒学を知らんと欲する者は趣旨を置いて応用命をひと目べし、三十水君の精神は陽明堂の達人すでに幾分つの美行を見ると言い、その高潔な倫理性は確かにキリスト教に通じるものである。このように陽明学からキリスト教へ道筋を漂った入信者が増えたのは、外来のキリスト教にも領地、地公行列など陽明学の思想、行動などに極めて類似する点が多く、信奉しやすいと感じたからです。キリスト教の影響下、自己確立思想をさらに促したのは、アメリカ長老派教会宣教師による布教活動でした。長老派宣教師が導いた宇宙の原理、人類の宿命、人となった神であるイエス・キリストの真理伝道や祈祷式との新しい出会いは、明治知識層の文学者がその後内面的になっていき、各人の生命と愛と恩義に向かっていくゆえになりました。中でも外来のキリスト教と伝統的な余命学の間に立ち、日本人の精神のありさまを理解し、軍国主義社会における国民と人間生命の救済の必要をさまざまな思想を通じて世に伝えようとしたある若い人がいます。今日では忘れつつである北丸東国は、自分の26年間の短い人生に活発的な作家として務め、キリスト教ローマン主義から出発し、エマーさんの影響下、内部生命論に西洋と東洋思想の結晶となる宇宙の精神とつながる内部生命の超越した思想を記し、近代日本文学の出発を促した人物です。東国のキリスト教との出会い、自由民権運動家として若い世代に属する北村東国は、あまたの浮き沈みに直面する精神を過ごしました。同時代の英文学者
戸川守骨は1894年、東国の死に際し、その追悼辞の中で東国を戦士、詩人、思想家として評価しています。そこで戦士という言葉は、明治国家体制によって没落を強いられていた一般人の行き詰まりを打開しようとした東国のみを指しているとは言えません。それは、後に大阪事件で、かつて同志の及田健太郎の逮捕後、政治運動の目標を失い、筆を取ることにした東国は、明治日本の文明開化の外部世界と自己意識の内部世界の間に立ち、陽明学キリスト教、やがて宗教を超えた様々な信仰との戦いを続け、ずっと人間精神やその生命の教材を通教する戦士の役目も果たしたと思うからです。子供時代から社会に貴重な貢献を残す決心で湧いていた東国が、結局大阪事件で信用からたもとを分かち、自由民権運動に挫折しました。政治界から離脱し、次は文学界に入ることはまだ推測せず、東国は精神的な方向をしていた時に、石坂みなに出会い、キリスト教に対する彼女の強い信念に医者を求めました。1887年から生じる港の恋愛を契機としたキリスト教との出会いは、東国にとって自己再生のきっかけとなりました。やがて1888年3月4日、長老ハス賀茂教会で田村直美牧師から東国が受洗を受けました。入信直後、東国が書簡や評論などに神という言葉を多く使っています。その理由は、この時期彼には絶対者として神への強い信仰があったからです。東国は多くの伝道者と接し、通訳や翻訳者として彼らと布教活動を行いました。したがって、ヴェルスフェイトを通じて初めてフレンド教会、クエカ派が所属なんですが、それに接近し、霊性を重んじるフレンド派の教えに強い影響を受け、クエカ主義の平和思想を体現した日本平和会設立に参画しました。ところが、大勢の伝道師らと知り合い、出会った東国が誰にどれほど親しかったか、あるいは信服していたのかは疑問のところがあります。やがて彼は、縁談の上によく着流しのまま、懐出をして宣教師の説教の内容とは全く違った彼の自身の思想を語って、宣教師が事前に東国と説教内容の打ち合わせをしても通訳とは全く言えない彼の自分の思想を演説にやっていました。それで宣教師らを困らせたという事実があります。その原因として、キリスト教会の中で教派が違ったりすること、聖書が同じであっても宣教師によって解釈が異なったりすること、納得できない儀礼などに盲目に従うこと、要するに人と神の間に調停するものに対して東国は疑義心を持つようになったということが考えられます。彼は1892年5月8日平和2号に出た最後の勝利者は誰だぞ論に自分の窮地を次のように述べています。何をか超実のものという、マホメットとけり、シャクシとけり、神入をと呼び真理をたたえ、東西の哲学者が説明を試みて、山ざる者すなわちこれなり、属して御人はこれをキリストという、キリストにありて個人は宇宙の経緯を知る、ナザレのイエスは真理をと来たるにあらず、真理にして真理を発見したものなり。ここで東国はある宗教や神を指しているのではなく、宇宙の経緯を守っている至上の力を真実と定義し、イエスもマホメットもシャクシもその真実を説いたのではなく、その真実自体であったと力説します。
このように同国の宗教が既成の宗教の概念にとらわれない普遍的なものへと昇華し内面化していきます。エマーさんと同国。明治期にアメリカ思想家エマーさんが文学界同国に与えた影響は広範的に及びます。ユニテリアン系のボストン第二教会の牧師を辞任したエマーさんは教会で守られていた聖さんに対して疑義を抱き始め、19世紀の聖書における教官福音書を研究し、マタイやマルクというイエスの直接の弟子は主の晩餐を聖餐として今後教会で守れるべき式典だとは全く示唆していないと1831年に聖餐否定論を教会で発表しました。1838年7月15日ハーバードのディヴィニティスクールの卒業予定者のクラスに対して行った The Divinity School Address の中でエマさんは次を発表しました。 Let me admonish you, first of all, to go alone, to refuse the good models, even those most sacred in the imagination of men, and dare to love God without mediator or veil. このように神を権威者としてしまう礼拝形式を否定する点はエマーさんと同国に共通します。やはり二人とも人間の力では認識できない超越した神の存在を認めるのではなく、むしろ人間個人の内に、個人の内に内在する大霊を神とする内在神論に重きを置きました。同国の著作にエマーさんの名前とその引用が現れたのは、エマさんのエッセイ、Love を踏まえた遠征史家と女性です。木下直江は、霊内は人生の飛躍なりという遠征史家と女性の冒頭の言葉を読んだとき、胸の中で大砲を打ち込まれたような気がしたと述べています。これまで、ヒロなものとして蔑まれ、道徳的に非難されてきた男女の愛は、初めて近代的な観念で扱われたのは、同国の遠征史家と女性にです。同国はその冒頭に、恋愛は人生の飛躍なりと宣言し、恋愛を聖書の高みに求めました。彼はエマソンを採用し、恋愛は各人の距離に一木根を印し、奇跡なりと強調しています。この恋愛界に見られる恋愛賛美は、プラトニックなスピリチュアリティを重んじます。それでは終わりに続けたいと思います。1892年、つまり科学人神教内の秘境が発表されたとき、日本では日清、日露戦争の激しい軍国主義の到来に、人々が魂の教材を求めるようになりました。そのとき、国際的に高まっていた生命を原理とする考えが広がり、同国はその考えを神道、儒教、仏教の信仰で受け止めました。同国の恋愛観や秘境思想が時代の文学の主導原理として崩壊していた内面的な自由へと帰求、内部生命論にもつながっていきます。同国は洗礼という儀式の形骸化を批判し、各人の内なる光を各人の内にある神的なものとしてみなし、各人は自力によって自分の悪や罪を消滅できると唱え、民族を超えた人類普遍の完全論に達しました。ところが宇宙の精神、つまり神から人間の精神、つまり内部生命にやってくる実感をインスピレーションと呼んだ同国思想は、宗教を超越し、エマーさんの超越的なスピリチュアリズムに育てられたもので、同国とエマーさんの言葉で大霊というものは時には神といっても聖なるものではなく、いわば自力で理想郷に到達し、人間の詩人になる状態を指します。すべての倫理道徳は必ず多少人間の生命に関係あるものなりと説いた同国は、自分自身も
福音的信仰、メッセジスト派、正統派、フレンド派、陽明学、仏教の多様な信仰に鮮烈に接し、人間生命の自由を最後まで追求しようとしました。ご清聴ありがとうございます。